飲み込めるのか。すごい顔してますけど。どう、激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきましたはい、ということで本日は東京北区王子にやってまいりました。今日はですね、激辛ラーメンではないです。本日は激辛カレーうどんがあるということで、私王子にやってまいりました。そちらのうどんがですね、あの過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたブートジョロキアを使ってるということでね、これはとんでもない辛さだと。本日のお店がこちらです。ドン、王子カレーうどん、ウカレーうどんでございます。辛ネギカレーうどんっていうね、この辛いカレーがある、カレーうどんがあるんですけども、旨辛、激辛、極辛ということでね、辛さ3段階に分かれてます。本日はもちろん極辛に挑戦していきたいと思います。それではね、早速中に入ってみましょう。レッツゴー。はい、早速注文してみましょうか。すいません、辛ネギうかれうどんの極辛でお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでこちらが来ました。辛ネギうかれうどん極辛でございます。はい、来ましたよこれ。おー、あのジョロキアのガンとこう何、鼻を突き抜ける刺激感じますよ。作ってたの見てたんですけど、あの通常ね、あのジョロキアのなんか入った香辛料、はい、あれは通常1杯入れるんだけれども、何杯くらいいく？いやちょっとやめてくださいよ。あ、そう、あの正式な、あ、正式な、はいはい、まあ、大体あれあれちょっとさ気持ちもらっちゃったけど何してんだこれ。店主がちょっと浮かれちゃって2杯ぐらいなんか入れてて、サービス、うんいただきます。さあ、辛ネギうかれうどん極辛、お手並み拝見ですよということでね。じゃあね、まずスープからいきましょう。いただきます。どうでしょう、うまっ、おいしい。これね、牛すじが入ってるんですけども、牛すじのね、肉汁がカレーの汁にね染みて非常に美味しいです。これあれですもんね、これネギのとこがこう、ジョロキアが入ってる。ベースはもう、うん、逆に皆さん残念がるぐらいマイルドなんですけど、うまっ、まあ、うん、うまっ。ネギゾーンがちょっと危険なわけですよ。ネギが確かに色がちょっと、これパウダーかなんかついてるんですか。ジョロキアの粉末が混ざった香辛料ですね。あっぱれ。ネギ単体でいってみましょうか。いただきます。辛そう。きた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 。こっから汗が吹き出てくるんじゃないでしょうか。くるね。足りなかったら、あの店主さんがさっきまだ粉末追いからできるって言ってたので。いらないな。結構効いてますかね。破壊力すごいね。一気にボルテージ上がるわ。じゃあちょっと混ぜていきましょう。混ぜますよ。それは混ぜますよ。混ぜるに決まってんだ。これ混ぜなかったらこのまま食っちゃう。匂いがこっちに。やばいね。すごい。一気に辛さレベル上がりますよ。見てる僕らがちょっとむせ始めるもん。あー、牛すじこれ好きだわ。これ美味しいよね。うん、ネギが辛い分ね、この牛すじすごいね、なんかむしろ甘く感じるのよ、この牛すじが。どうですか。混ぜなきゃいけない。辛っ。やっぱりね、ジョロキア使うとやっぱ、どこ取ってんの、まあ、すいません、間違えました。全体映せよ。全体ですね。マジだろ。さすがジョロキアの破壊力。中本とかと比べるとより辛そうですね。全然カレーうどんってまろやかなイメージだったんですけど、ジョロキアここまで入るとあの中本とかとはスポーツが違うみたいな。あ、なるほど。キックボクシングと総合格闘技みたいな。はいはいはい。こっちキックボクシング。いやー、結構ね、きますねこれ。あれ
別にいいですかね。なんすかこれ。いや、なんか足んないかなと思って。ジョロギアじゃないですかこれ。サービスだよ。うわすごいよこれ。匂い嗅いでみこれ。おお、なるほど。やばいでしょ。すごいですね。これ出されちゃったよ。これどうする？これさすがにこれはいけないわ。全部はちょっと厳しい。だからこれで許して。それだけでも結構やっぱ一般の人は食べれない。失神する。いえ。嘘だよ。この子だ。嘘。じゃあこれだけ。これで切れますわ。いいですか店主さん。入れます。いいの？ご飯とかありますね。あ、じゃあ小ライスいいですか？ちっちゃい。小ライス。小ライス。小ライスですか。振りどっち。いい、大食いじゃないって言ってるじゃん。大食いじゃないって言ったよね、撮影する前。はい、やめろ。普通に出せ将来像。やっぱさ、カレーうどんじゃん、はい、カレーだからさ、ご飯合うに決まってるでしょ。おー、かけてね。カレーライスじゃん、これも。これうまそうじゃない、これすごい。あ、美味しそう。長系だからな。長系だからね。うん、辛そう。辛そう。熱いですか。あ、これ辛っ。辛そう。うんあ、これ普通に美味しい。あ、これうまいんですよ。このそうですね、牛すじうまいんですよこれ。牛すじカレー。カレーうどん食べてこんな汗かくの。うん、うん、うん、ご無理なく。うん、店員さんも心配してますけど大丈夫ですか。ご無理なくって言ってるけど、あの人が一番最初に始めたからね、これ。ジョロキア考えて申し訳ないかなって。飲んでみていい？俺普通に。おいよ。これジョロキア。はい、3杯。はい、じゃあこれちょっとこれだけ作ったなんで。作ったなら飲むんだ。やめときます僕は。だ辛いね。足りめだろ俺が食ってんだから。こりゃ辛いでしょ。これは辛い。危ないよねこれね。辛い。これはだろ。すごいわジョニーさん。辛いでしょ。よし、すごいジョニーさん。うんすごい汗だ。店員さんも見守る中、すごい絵ですこれ。一気に行きましたね。最後ちょっと残りわずか。飲み込めるのか。すごい顔してますけど。うん、お疲れ様です。いやすごい、うん、これは辛い。お腹痛くなってきたよ。こちらもすごいな。ジョニーさん、水よかったらいくらでも出すので、うん、ごちそうさまでした。うん、いやいや想像以上の辛さでした。やっぱね、ジョロキア入るから結構辛かった。最初さ、ジョロキアの部分じゃないところ普通に食べて、もう普通にまろやかでさ、すごい美味しかった。美味しくて牛すじも甘いじゃん。ブラックかなと思って、ジョロキア混ぜたらすごいね。ブワーンブワーン。一気に辛さレベルが辛かった。マジでマスコマないし。辛さレベルは本日は 8.5。 8.5 です。ありがとうございます。ということで本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。動画設定の通知もね、ぜひオンにしていただけるとね、僕が動画更新したら通知がポンといきますんでね、ぜひ設定の方オンによろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。